今回も気になったガチャガチャを回してきました。見てください、こんなにたくさん。今回はコンプリートするまでやっちゃいました。早速開封していきたいと思います。今回はちょっと量が多めなので、同じ色のカプセルは一気に開けていきたいと思います。まず1つ目、青色カプセルから開封していきましょう。ハリーポッターミニチュアコレクション3、全5種類です。ラインナップはこちら、バースデーケーキ、空飛ぶオートバイ、タイムターナー、忍びの地図、金のスニッチ。ミニチュアコレクション1はコンプリートして、2はコンプリートできなかった動画があります。今回はきちんとコンプリートできました。早速中を見ていきたいと思います。一つ目当たったのはこちら、空飛ぶオートバイ。こんな水色なんだね、初めて知った。綺麗な水色、細かく作られてますね。ここちゃんと乗るとこがついてて、後ろはこんな感じ。本物のバイクみたいにちゃんと足乗せるところとか握るところもしっかり再現されてます。ミラーは2つ、カタツムリみたい。これは賢者の石の時にハグリッドが赤ちゃんのハリーを乗せてダーズリーのお家に運んでたバイクだね。あとは死の秘宝の時に隠れ穴に向かう時に乗ってたバイクかなと思います。1つ目、空飛ぶオートバイでした。2つ目、茶色いカプセルを開けていきます。なんか違う。やり直し。2つ目当たったのはこちら、金のスニッチ。さっきちょっとね、組み立て方おかしかったんだけど、難しい。合ってんのかな。まあでもまあこんな形になればいいって感じですね。すごくね、ピカピカしてるよ。本物みたい。結構大きいね。で、こここういう感じでギザギザーっとしてる感じですね。でね、作りはね、すごく柔らかいの。ほら。これ本物のサイズだったりするのかな？金のスニッチは、クイディッチでハリーが捕まえるやつだよね。これを捕まえることによってゲーム終了っていうやつですね。まあそれだけじゃなくて、死の秘宝の時だっけ？ハリーへの贈り物として、こちらが贈られましたよね。2つ目、金のスニッチでした。次、黄色いカプセル開けていきます。3つ目、当たったのはこちら、タイムターナー。本編ではここにね、チェーンがついててネックレスになってハーマイオニーが使ってるんだけど、これはそのタイムターナー自体しかありませんでした。で、今ここね、くっつけてたんだけど、ちょっとつけるときにね、思いっきりやらないとうまく入らなかったかな。真ん中には砂時計があるんだけど、これは特にギミックはなさそう。で、ちゃんとここも回るし、この中のほら、ここも回るんだよ。でね、これでね、回そうと思うんだけど、結構きつめ。スムーズに回るのは真ん中だけですね。これは、アズカバンの囚人の時に、ハーマイオニーが授業を何個も受けるのに使ってた、マクゴナガル先生からいただいたものですね。私も、欲しい。だって時間戻せるんだよ、これ使えば。3つ目、タイムターナーでした。はい、次は、ピンクのカプセル。白い箱。当たったのはこちら、チェリーン、バースデーケーキ。なんかゴミがある。ケーキが入ってる箱まで再現されてるよ。そしてこの箱ね、
すごいいい生地、ただの紙じゃない、なんかすごいツルツルしてていい箱になってます。プラスチック、これはハグリッドがハリーの誕生日の時に作ってきたケーキです。ハッピーバースデーハリーって書いてある。ちょっとねスペルが間違ってるんだよね。でこれをねハリーにあげたんだけど、ダーズリーが食べちゃう。でハリーがねそれを見てダーズリーにえいって魔法をかけちゃったりしますよね。これねデザインがね可愛くて、いろんなグッズにもなってると思います。とっても可愛いケーキですね。4つ目、バースデーケーキでした。最後の1つ、赤いカプセル開けていきます。パーツが3つあって、中に両面テープがついてるので、ちょっと貼り付けていこうと思います。はい、最後に当たったのはこちら、忍びの地図。これが欲しかったの。これね、やっぱ地図なので紙でできてます。で今ね貼り付けとかしたんだけど、中開けてみると、じゃじゃーん、こんなに長い地図、すごいね、ほら地図これちょっとね見てみたんだけど、ちょっとね小さすぎて、なんて書いてあるかわかりませんでした。ホグワーツの地図なのかな、本物みたいにね。後ろはこんな感じ、ただの紙って感じだね。これはロンのお兄ちゃんたち、双子のお兄ちゃんたちがハリーにあげたもの、あげた、盗んできたものを渡したって感じだね。我よからぬことを企むものなり、我よからぬことを企むものなりって言って、艶をポンポンって叩くと、それがじわ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 って出てきます。最後はちゃんといたずら完了って言わないと、これバレちゃうから、しっかり言いましょう。5つ目、忍びの地図でした。はい、今回はこんな感じの結果でした。どうしてもコンプリートがしたくて、回したら今回は8回、1回500円、たくさんお金を使ってしまいました。でね、一番欲しかった忍びの地図が出なくて、だからこんなに回しちゃったっていうのもあるんですけどね。ぜひ皆さんもやってみてください。この他にもいろいろなガチャガチャやってますので、ぜひ動画のチェックお願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回のガチャガチャでお会いしましょう。バイバーイ。